前垣慎三君。皆さんこんにちは。こんにちは。新政会派の前垣慎三でございます。本日が4番目で大変皆さんお疲れのところとは思いますが、しばらくお付き合いをいただきたいと思います。早速質問に入ります。なって声優会ではないんですよ。私は維新なんですよ。はい、はい、もう一回言いましょうか。維新会派の前垣慎三でございます。早速質問に入ります。今回も壇上においては質問項目だけを述べさせていただき、詳細および再質問等は発言席で行います。よろしくお願いいたします。今回は大項目として3点質問をいたします。1項目目は八代市の将来像について、2項目目は地方交付税について、3項目目は住民自治についてであります。先の12月議会では時間が超過して議長には大変ご迷惑をおかけいたしました。また土木部長にも非常に窮屈なご答弁で大変申し訳なく思っております。今回はさらっと終わりたいと思いますので、簡潔明瞭なご答弁をお願いしておきます。前垣慎三君。それでは1点目の八代市の将来像についてお伺いいたします。先月茨城県の三市を視察してまいりました。東京の大都市圏から100キロ圏内にある那珂市、石岡市、土浦市であります。東京圏でありながらここでも少子高齢化は当然のごとく進行していて、どの市も人口減少が続いておりました。今や一部の大都会を除くほとんどの市町村が同じ境遇にあり、避けて通れない現実だと思います。八代市も平成17年に人口20万を目途に大合併を行いました。合併当時は14万人強の人口が、10年経った今日では13万人を切るまでに減少いたしました。当初の目論見、夢はどこへ行ってしまったんでしょうか。合併協議は何だったんでしょうか。国は合併させることで地方への財政負担を抑えることが最大の目的であったろうと思いますが、現在のような地方の衰退ぶりは想像できなかったことと思います。最近は石破特命担当大臣に地方創生を委ねました。どのような地方創生がなされるものか期待したいと思います。そこで八代市の地方再生に創生に大きく影響するであろう項目についてお尋ねをいたします。まず第1点目、本市の人口推移について、所信なり方向性についてお尋ねをいたしたいと思います。福
福永企画振興部長。こんにちは。議員お尋ねの1項目目、本市の将来像についての1番目、人口推移についてお答えいたします。本市の人口につきましては、昭和30年の16万4725人をピークに、近年は減少傾向が続いており、平成22年度の国勢調査では13万2266人となっております。本市においては今後も人口減少が続くと予測され、国立社会保障人口問題研究所によりますと、2040年には約9万3000人まで減少するとの推計が出ております。このような人口減少の現状を広く市民の皆様にも知っていただき、危機感を共有するとともに、市民の皆様の意向を踏まえた取り組みの方向性や将来の展望を示すために、昨年10月に八代市人口ビジョンを策定したところでございます。人口ビジョンでは、市民や学生の皆様を対象としたアンケートを実施し、希望する子どもの数や八代に住み続けたいと考える学生の割合、また将来U ターンを希望する学生の割合などの把握を行い、これらの希望が実現した場合の人口の見通しとして、2040年に約10万2000人との将来展望を示したところであり、その実現に向け、現在八代市総合戦略に掲げた各種施策に取り組んでいるところでございます。以上、お答えといたします。前垣晋三君。はい、ありがとうございました。実はここに平成26年12月に作成をされました八代市町人仕事プランなる資料があります。内田政策審議官には大変なご苦労をおかけしたことだと思いますが、次の年、つまり平成27年、平成27年には12万6328人という第1位までの確定数字が出されております。八代市のホームページで調べると、平成28年1月時点で13万480人となっております。これはあくまで住民登録者数であると思いますので、実際の人口はもっと少ないのかなとは思います。先日発表されました2015年の国勢調査の結果でも12万4750人という数値が示されました。5年前の国勢調査では13万2226人と報告をされておりますので、5年間で7476人減少していることになります。それから平成27年の10月に、つまり八代町人仕事プランの1年後に出された八代市人口ビジョンがあります。この資料でいきますと、この資料を出された1年前の平成26年のデータとして12万8674人だったと記載がされています。26年が人町仕事プランの数字で12万8674人、27年が人口ビジョンの数字で12万6328人と確定的な数字が記されています。この両方の資料も市が作られたこととすると、1年間で2319人減少したことになります。この数値を単純に考えると、10ないし13年後には
人口が10万人を割ってしまうことになります。しかしながら八潮市町人仕事プランによると19年後の2035年で10万人を割ると想定されています。どの想定が正しいのか分かりませんが、八潮市町人仕事プランにあるような5年ごとの人口推移はどのような計算式から出されたのかは分かりませんが、現実を直視すると甘いとしか言えないと思います。このまま画期的な対策をしないであれば、間違いなく19年とは言わず近い将来10万人を割ることになると思います。八潮市人口ビジョンのグラフ、このグラフですね。この中に八潮市の将来展望という赤い色のグラフが書いてあります。この赤いグラフの展望の根拠は何なのか、もしかすると努力次第では、あるいはあわよくば希望的観測としての数値かなと思いました。これによりますと、さらに10年先の2045年にやっと10万人を割るとなっています。ざっと30年先までは10万人を維持できると見通しがしてあります。この見通しの根拠が非常に古っています。ここに市民アンケートのいろんなデータがあります。市民アンケートの結果で合計特殊出生率は2015年が全国水準が 1.42 に対して本市は 1.65 であると。この結果からすると2030年には 2.00、 2040年には 2.07 と段階的に上昇し、その後は 2.07 で推移するであろうと仮定がされています。実はこの中で八潮市に住むための必要な環境支援というアンケートが取られております。15歳から24歳の転出者のうちに、できれば八潮市に住み続けたかったと考える人の半数近くが転出をしないで済むだろうと仮定をしています。そして将来八潮市に戻りたいと考えている人の半数以上が帰郷すると仮定をしています。笑ってしまうほどの都合のいい仮定です。まあよく言えば八潮の将来に夢を持っているとも思いますが、悪く言えば全く危機感のない現状認識の欠けた判断の資料だと思います。2月20日の NHK テレビで超少子化時代というスペシャル番組がありました。女性一人が産む出生率が 1.42 と過去最低になり、このままでは2060年44年後には人口が3割減少となり、税収も減少し、インフラ整備はおろか国家の基盤さえ揺るがせない内容の放送でありました。八潮市人口ビジョンに話を戻します。八潮市に住むために必要な環境、これ書いてあります。その中で一番多いのが働く場が多いこと、これが 56.3%、自分に合う仕事が探しやすいこと 25.8%、 商店や娯楽が充実していることが 45% で高い数値が出ています。しかしながら災害に強く安心安全の町、教育環境に恵まれているなどという項目については関心が薄いのか非常に低い割合になっています。
今や、いや、これから本市の将来像をしっかり把握して、そのための施策を考えるべきであります。そこで2点目、本市の税収の推移、44年後とまでは言いませんが、少なくとも人口が10万人を切るであろう19年後、平成35年までの見通しをお聞かせいただきたいと思います。税収と言いましても、さまざまな項目がありますので、数値で表しにくければ、割合、パーセントでも構いません。岩本財務部長。前垣議員ご質問の2項目目、税収の推移について、財政計画上どのように税収を見込んでいるのかをお答えいたします。まず平成28年度当初予算における市税の税収見込みを申し上げますと、市民税のうちまず法人市民税では、法人税割において平成26年10月から軽減措置として税率を 14.7% から 12.1% へ軽減されたことによる減収と、個人所得の上昇に伴います所得割の微増を見込んでおり、結果として市民税全体では微減となっております。なお、この法人市民税の軽減措置は平成26年度税制改正により地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るために実施されたものであり、引き下げ相当分が地方法人税として国税に創設され、その税収額を地方交付税の原資とすることとなっております。また、固定資産税では、北陸新幹線開業による路線の延長に伴い、焼却資産が増えたことから関係市町村に配分される金額も増えてきているので、その増収分を見込んでおります。軽自動車税においても地方税法の改正により平成28年度分から一部の税額が変更になりますことから増収となる見込みを立てております。このように税収はさまざまな要因で変動しますことから、財政計画におきましては平成29年度以降ほぼ横ばいで見込んでいるところでございます。以上お答えといたします。杉田議長。前垣晋三君。はい、ありがとうございました。先ほどの中山議員もそうですが、私も理系の大学を出ておりまして、数字を述べることは簡単なんですが、悲しいかな、言葉が一部足らなくて、正確なお話ができなかったのではないかと思うんですね。28年度の当初予算での法人税の減収はあるものの、個人所得は微増と予測はするが、市民税全体では少し減少と、微少と述べられました。私としましては19年後、つまり人口が10万人を切る時期の答えを聞くことができずに非常に残念に思います。先ほど人口推移にしろ、税収の見込みにしろ、執行部との調整の中で担当者の意見としましては、いやいや、将来的な衰退につながるような方針は出せないと申されました。それはそうでしょう。将来的には八代はダメになるというような試算や推定はできないと言われました。それでも構いませんが、現実を直視し、
そのような事態にならないための施策を優先的に模索する方が行政として正しい姿勢ではないのでしょうか。テレビの話ばかりで非常に恐縮ですが、先日の NHK テレビでは昨年の中小企業の廃業者数が2万7000社あったこと、中でも5割近い会社が黒字経営であったことが報じられました。黒字経営でありながら会社を清算する理由が、まず後継者がいないこと、次に将来を見据えて自分の子供には後を継がせたくない、従業員の中にも引き受け手がないとのことでありました。そこで3点目お尋ねをいたします。本市における企業数、就業者数の現状と今後の推移について見通しをお聞かせください。池田経済文化交流部長。議員ご質問の本市の将来像についての3項目目、事業所数、就業者数の推移についてお答えいたします。まず全国の傾向でございますが、総務省の統計調査結果によりますと、平成13年事業所数635万101社、従業者数6015万8044人、平成18年事業所数591万1038社、従業者数5863万4315人、平成21年事業所数604万3300社、従業者数6286万514人、平成26年事業所数568万9000366社、従業者数6178万8853人となっており、調査によって増減はありますものの、傾向といたしましては両者ともに減少傾向にあると言えるかと思います。そこで本市の状況でございますが、市町村合併以降の同じく統計調査結果の数字を見てみますと、平成18年事業所数6942社、従業者数54149人、平成21年事業所数6830社、従業者数56067人、平成26年事業所数6277社、従業者数54402人となっており、ただいまご紹介いたしましたように、本市も全国と同じように調査によって増減はありますものの、傾向といたしましては両者ともに減少傾向にあると言えるかと思います。従いまして統計データから推測いたしますと、今後も同様に推移していくのではないかと思われます。以上お答えといたします。前垣晋三君。はい、ありがとうございました。ここでもですね、今後とも同様の推移をするであろうと申されました。人口が間違いなく減少していくわけですが、人口が減少しても事業所数は減らないということかなと思います。もしそうであれば、非常に就業がしやすくなります。仕事を求める人には、あるいは U ターンで本市に住みたい人には非常に格好の条件になると思われます。本当にそう思われますか。誓約書でも作って印鑑でも押してもらいましょうか。今回は
本市の将来像について3つの方向から検証をさせていただきました。あくまで予測であり推測の域であろうとは思いますが、考え方の根拠は人口にあります。事業所数、就業者数もお答えいただきましたが、法人登録をしていない事業所、広く言えば農林水産業も事業をしていることには間違いありません。八潮市の基幹産業とも言うべき農林水産業でも後継者問題は深刻です。行政が思っている以上に厳しい現実にあります。おそらく人口をはじめとする3項目は予想以上の下降をたどることは間違いありません。このことを十分認識し危機感を共有しなければ本市の将来はないものと申し上げてこの講を終わります。鈴木田議長。前垣晋三君。それでは第項目2点目の地方交付税についてお尋ねをいたします。市町村合併における最大の恩典とでも言うんでしょうか、合併特例債、もし合併していなかったらどうなっていたのか思うとゾッとします。学校施設の耐震化をはじめ多くの事業にその恩恵を受けました。旧市民としては旧町村の皆様方に感謝をしなければなりません。皮肉ではありません。今議会でも地方交付税の算定が一部変更になったと説明を受けました。そのことの説明を含めて地方交付税の仕組みについて市民の皆様にも分かりやすい説明をいただきたいと思います。岩本財務部長。議員ご質問の地方交付税についてお答えします。地方交付税は本来は地方の税収とすべきものでありますが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政サービス水準を維持できるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって地方へ再配分する税という性格を持っております。そこで地方交付税の仕組みについてでございますが、地方公共団体が一定の行政サービス水準を維持するために必要な経費である基準財政需要額と、その地方公共団体がどのくらいの収入が見込めるかを算定した基準財政収入額を比較した場合に、基準財政収入額が基準財政需要額を下回ったときに、その不足する金額を地方交付税として交付される仕組みでございます。この基準財政需要額を算定する基礎数値として、人口や面積に応じて参入する部分と、交際費の元利償還金に応じて参入する部分がありまして、人口や面積に応じた部分につきましては毎年度社会情勢等を考慮して計算方法が変わりますが、交際費の元利償還金につきましては実際の償還額が算入されることとなっております。次に地方交付税の合併特例措置についてでございますが、本来は合併後の市町村を一つの自治体として交付税の一本算定を行うのですが、市町村の合併の特例に関する法律において、合併前の旧地方公共団体が存続していると仮定して、それぞれに計算された交付税額の総額と
一本算定額を比較して多い方を合併後10年間交付され、その後5年間かけて新市での一本算定とする制度でございます。従来の制度における本市の場合では、一本算定になりますと多額の削減が予定されておりましたが、合併に伴う特例措置の見直しにより支所に要する経費が加算され、また合併市町村の大半が合併に伴って面積が広がり、消防署や出張所を各地域において維持する経費やごみ収集運搬にかかる費用などが加算でいることを踏まえ、そうした実情を反映することとなったことから、地方交付税の特例措置分は当初予定しておりました約36億円の3割に当たります約10億円が削減見込みとなりました。この約10億円が本市においては合併による特例措置が平成27年度で終了しますので、平成28年度より平成32年度までの5カ年で段階的に削減される見込みとしております。以上お答えといたします。鈴木田議長。前垣晋三君。はい、ありがとうございました。実は時間があれば議長にお許しをいただきましたので模型でも作ってきてと思ったんですが、たまたまここに模型がありまして、こちらが基準財政需要額、こちらが基準財政収入額、この差、つまりこれが地方交付税とおっしゃったわけですね。それに、合併特例債で元利償還される分がこれにこう上乗せされていって、その全体が地方交付税の額というふうに理解をいたしました。基準財政額から基準財政収入額を引いた残りを地方交付税として交付されていることであります。単純に言えば今申し上げたように必要額から収入額を引いた額であります。基準ということでありますので、基準となる個別算定項目によって算定される額であるわけですが、どの項目を見ましても人口および面積の算定根拠があります。面積は変わることはない数値でありまして、道路、インフラ、そのあたりもそんなに変わる数値ではありませんので、人口の移管が大きく関わってまいります。一方の基準財政収入額は、標準的な地方税収入かける0.7を、標準的な収入税、地方税収入の 75% に地方贈与税と書いてあります。この標準的な地方税収入という意味がなかなか分かりはにくいんですけれども、ここの部分もですね、人口減少によって税収の減少も考慮しなければなりません。平成23年度から学校施設の耐震化工事が進められておりまして、当然合併特例債を活用されていると思います。合併特例債は地方交付税に先ほど言いましたように加算され、元利分が交付されると聞いております。その額は年度を重ねるごとに工事数も増えておりますので、特例債の額を年度ごとの数値をお示しをいただきたいと思います。議長。岩本財務部長。はい、合併特例債の交付税参入について自席からお答えをいたします。合併特例債は借り入れした翌年度以降から償還表に基づいて定期的に元金や利子を償還してまいりますが、償還額の 70% 分を毎年度の普通交付税の算定の際に基準財政需要額として参入される仕組みとなっております。そこで実際の参入額でございますが、平成23年度は2億9286万円の 70% に当たります
2億500万2千円が需要額として算入されております。平成24年度は4億1491万円の 70%、 2億9043万7千円が算入され、平成25年度は5億9465万7千円の 70%、 4億1626万円が算入され、平成26年度は6億1510万8千円の 70%、4億3057万6千円が算入され、平成27年度は6億8895万7千円の 70%、 4億8227万円が算入されております。以上お答えといたします。鈴木田議長。前垣晋三君。はい、ありがとうございました。ここで ネットで調べた資料があります。執行部とは若干違う数値かもしれませんが、平成23年度から平成27年度の八代市の地方交付税額の資料であります。平成23年が166億8287万円、平成24年が165億9557万円、平成25年が164億8070万円、平成26年が161億5084万円、平成27年が160億3737万円と、大体1億から2億ずつ減少状態にあります。今お示しいただいた年度ごとの償還額は、満単位で申し上げますと、24年度が2億9043万、すみません、24年度ですね、そうすると25年度が4億1126万円、26年度が4億3057万円、27年度が4億8222万円であるとお答えいただきました。先ほどの交付税額から償還額を引いた金額が実際の交付税額と思います。差し引きをしました。23年度が164億7784万円、24年度が163億514万円、25年度が160億5443万円、平成26年度が157億3458万円、平成27年度が155億5510万円となっています。実は合併と特例債の元利償還分が増えていくわけですから、本来ならその分は差し引いて話をしておりますから、本来ならなぜこんなに地方交付税が大幅な減額があるのか、それに合併特例債による返還額が増え続けておるのに交付税は減り続けています。今引き算をしました実質交付税額は、先ほど言いましたように1億7000万、2億5000万、3億2000万、1億8000万とだんだん大きく減少し続けています。地方交付税の合併特例措置が27年で終わり、今後5年間で約10億円が削減されるとお聞きをいたしました。年にしますと約2億円強が毎年減額をされます。素人考えですが、合併特例債の延長が5年間延びることはいいんですが、その間毎年4、5億円地方交付税が減少するのではないんでしょうか。地方交付税はおっしゃったように国民、言い換えれば八代市民が日本国民として等しく普通に生活をできるための、まあ、補助金と申し上げていいのか分かりませんが、そういった人の交付税だと思います。減額の幸せは市民生活に関わる大事なことだと思います。無駄な金は使わないようにしないといけません。そこで、再々質問をいたします。合併特例債の期限が延長されました。しかしながら有利な仕組みとはいえ3割程度は自主財源であるはずです。本市として過去の実績済み特例債を含み、いくらまでなら、あるいは
財政上から無理のない総額をお考えであればお示しいただきたいと思います。岩本財務部長。自席からお答えいたします。それでは合併特例債の借り入れ可能限度額、それから現在の借り入れ済み額、そして残りの借り入れ可能額についてお答えをいたします。まず合併特例債の借り入れ限度額は総務省より標準全体事業費算式が示されておりまして、合併に伴う人口の増加状況に応じて限度額が算定されるようになっております。具体的に申し上げますと、合併に伴い必要となる追加的な地方単独事業費および国庫補助事業費にかかる地方負担額について、合併後人口および合併後人口から最大の旧市町村人口を差し引いた増加人口並びに合併市町村の市町村数の要因を反映させて計算を行うこととなります。この計算に基づいた本市の合併特例債の限度額は401億8000万円となっております。次に現在の借り入れ済み額は平成26年度末で110億7110万円でありますので、残りの借り入れ可能額は291億890万円でございます。なお合併特例債の使用にあたりましては、合併特例債の目的である新市の一体性の速やかな確立を図り均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業に充てるという基本的な考えに基づきまして、有効活用してまいりたいと考えております。以上お答えといたします。前垣晋三君。実は昼前にいただきました資料がどっか行ってしまいまして、まあ、それはそれでいいんですが、あと291億円使えるということでよろしいんですか。といいんですね。はい、291億円使えるなら140億の庁舎作っても何も問題ないね。そして病院も作ってもいい。私が単純に昼休みに試算をしてみました。これは7割の金額ですから、あと3割、まあ、ざっと計算して80億ぐらい市が持ち出しをすれば、結果残っている291億円が合併特例されて使われるんですよ。だからじゃんじゃん大きい庁舎作んなっていいと思うんです。ただし80億円の市が負担する分がないといけませんね。このあたりを考えると、今78億が133億が110億がという話がありますが、何も問題ないわけですよ。ただしこれを使うことによって他の市民生活に大事な部分が非常に圧縮をされる。このことだけは申し上げておきます。杉田議長。前垣晋三君。それでは大項目、ごめんなさい、すみません、間違えました。どこ行ったか。最後に3点目の住民実について質問をいたします。2月12日の八代市主催の住民自治シンポジウムに行ってまいりました。八代市が市政10周年記念事業として開催されるとのことで、本市が目指す住民自治への熱い思いが見えるものと期待をしてまいりました。コーディネーターの先生の貴重な講演を継ぎ、講演に続き真剣に取り組まれている他市の成功事例を楽しく聞くことができました。ここで執行部に苦言を申し上げたいと思います。開催市でありながら、さらには新市誕生10周年記念事業という取り組みをされた事業としては誠にご無礼でありますが、あのような大した中身の薄い通り一遍のプレゼンでは、私は中村市長に恥をかかせるような結果になったのではないかと思います。聞くところによりますと、
他市の議員研修視察が本市の住民自治が多くを占めると聞きました。何をどう説明されるのか不思議でなりません。今回は複数の議員さんがこの件に関して質問をされますので、私の場合はごく簡単に本市の住民自治をどのような形なり方向性を持って進められるかをお聞かせください。本村市民環境部長。議員ご質問の住民自治についての住民自治をどのような形や方向性を持って進めていくのかについてお答えいたします。議員ご存知のとおり、平成26年4月末をもって市内21地域に地域協議会が設立されました。それぞれの地域協議会では創意工夫のもと多岐にわたるまちづくり活動を展開していただいており、行政と協働しながら安全で安心な地域を目指しながら取り組んでいただいております。そこでまちづくりのビジョンである地域で考え地域で行動するまちづくりを着実に推進していくためには、これまで以上に地域住民の皆様が主体的に地域のまちづくりについて考えていただくことが重要となってまいります。特に本市は広範囲の合併を行っており、それぞれの地域が持つ環境特性は異なっていますので、画一的な地域のまちづくりを展開していくのではなく、地域の実情に応じた課題への対応が求められます。そのことから地域ごとの課題やニーズに応じた独自のまちづくり活動の展開が可能となるよう、公民館等施設から社会教育法の適用を受けない施設として市の条例でコミュニティセンターに移行することを現在検討しているところでございます。なお地域協議会を設立して間もないことや新しい取り組みでもあることから、まだまだ実力を高めていくには時間もかかり、行政の柔軟な対応と側面的な支援というものは必要であると認識しているところでございます。本市としましても地域の自主性主体性を尊重しながら財政支援をはじめ情報の共有人材の育成など側面的に支援を行っていかなければならないと考えているところでございます。以上お答えとさせていただきます。前垣晋三君。住民自治に関しましては前福島市長時代にたびたび質問をさせていただきました。住民自治については坂田初代市長の起案により検討された施策であります。坂田市長の創成期、福島市長の試行錯誤による検討期、そして中村市長による成熟期であろうかと期待をいたしております。執行部も熱心に取り組んでいることは十分認識いたしております。答弁の趣旨であるコミュニティセンター移行云々が述べられましたが、具体的な形方向性はよく理解できませんでした。住民自治の推進には地域の理解や協力が第一番であることには間違いありませんが、理解はするけども活動費運営費が伴わないことには期待するような進捗は図れないようと思います。何でもそうです。財源なくして運営はままなりません。先んじて組織化された自治組織には3年間の運営補助費30万円が途絶え、追加措置として新たに30万円の一時手当をされたとお聞きします。全組織の 3年間が過ぎた場合はどのような財政支援をなさるおつもりなのかを最後にお聞きいたします。本村市民環境部長。はい、自席よりお答えいたします。議員ご質問の追加措置として現在3年間の新たな30万円の一時手当があるがあると思うが、その後の財政支援はどうするのかについてお答えいたします。本市では平成24年度から地域独自の発想と地域の特性に応じた事業が行えるよう、これまで各種団体に個別に助成していました補助金などを統合し、
一括で交付する地域教育会活動交付金と地域教育会運営育成強化支援補助金を創設したところでございます。しかし一括交付金のうち8割は必須事業となっており、交付金の自由度が低く新たな取り組みができにくいということと、地域教育会運営育成強化支援補助金が平成26年度までとなっていましたことから、財政支援に対する不安の声を多くいただきました。そのため議員ご指摘のように、平成27年度から29年度までにおいて組織運営の強化と地域独自の取り組みができるよう、新たにコミュニティ活動活性化補助金を制度化したところでございます。この補助制度は継続事業にも充てることができるようにしたことや、国や県の補助事業と合わせて利用することも認めるなど、事業の発展や地域の積極性を後押しできるよう見直しを図ったところでございます。また財源確保の一つとして、国や県財団等の補助金の情報提供や申請支援を行ったり、コミュニティビジネスに関する研修会を適宜行っているところでございます。本市といたしましては、地域協議会が公共サービスの担い手として成長するためにも財政支援は必要であると認識しておりますので、継続的な支援策について引き続き検討してまいりたいと考えております。以上、お答えとさせていただきます。前垣晋三君。はい、ありがとうございました。27年度から当面3年間30万円を支援をされるとのことであります。市内21区域に30万円ですから、21×30 で年間630万円の3年間の予算だと思います。3年後はどうするのか、はっきりした方針は聞けなかったかと思います。財源確保の一つとして、国県等の補助金情報提供、あるいは申請支援、コミュニティビジネスに関する研修会を行うとあります。まあ聞こえはよろしいんですが、早く言えば自分たちで稼ぎなさいということではないでしょうか。執行部自身も一括交付した8割は使途が決められた必須事業であり、交付金の自由度は低く新たな取り組みができにくいと理解をされています。その通りです。当面の30万は年額と思いますので、月額に直すと2万5000円です。多いか少ないかは協議会の判断だと思いますが、電気代等の光熱費程度に過ぎないのではないかと思います。ご答弁の最後に、地域協議会が公共サービスの担い手であると述べられ、財政支援は必要であり引き続き検討されるとのことでありますので、注意をし期待をしたいと思います。住民自治とは何なのか、なぜ住民自治組織を作らなければならなかったのかを選挙に続き再確認をいたしたいと思います。今日の他の議員さんの質問の中でも、市との共同ということが非常に謳われました。人口減少や歳入減は避けることができない事実であり、職員数も減少せざるを得ない。地域でできることは、地域で官民が協働することで役所の負担を軽減し、その分を他の施策に反映させるとのことであります。30万円では安いような気がします。よくお考えいただきたいと思います。少し時間がありますので、不本意ながら、私は新庁舎建設に関する特別委員会の委員長を仰せつかっておりますので、公正中立の立場から庁舎建設に関する一般質問はいたしません。しかしながら、庁舎の面積を決めるための要因は職員数にあると思います。事実、職員数を検討され、総務省記載対象事業費算定基準による799人が基準根拠として計算をされています。799人には医師や看護師、保健センター職員、幼稚園保育園職員等は含まれていないとの理解をしております。しかしながら、現在の職員総数は、今回お辞めの方を引いておりませんが、80人と理解をしております。実はここに地方公共団体牽引管理研究会の報告書があります。
これはあくまでも22年度の試算なんですが、この職員算定式に人口12万8千人、現在を入れてみますと916人と出ます。まあ、八代市が1080人ですから、まあ、少し少ないのかなと思いますが、この数字はですね、先ほど述べました医師、看護師、保健センター職員、幼稚園、保育園職員等を含んだ総数だと思います。で、この数表を使いますときの人口等の区分は、合併によって10から15万人の区分の計算値であります。この計算式で22年当時なら916人、同様に本市が人口10万人を切りであろう平成35年、つまり今から19年後の計算をしますと643人という結果になります。あくまで22年度の計算式ですから、現在および19年後を想定した計算には無理があるのかは知りませんが、人口が減少すれば職員数も間違いなく減らさなければなりません。ざっと300人弱の職員減があるかもしれません。このあたりも今後の方向性として認識をする必要があります。今回の一般質問は実はすべて一貫した理念のもとに質問をいたしました。後継者不足による農林水産業の廃業、少子高齢化で人口減少は避けられない、税収も減り人口減少に見合った職員数も考慮しなければなりません。職員数が減ることによる住民サービスを市民と共同することで乗り切らなければならないことを、住民自治による共同化で今後の地域再生に向けた共通の認識として捉えるべきであることを申し上げて、私の今回の一般質問を終わります。ありがとうございました。